皆さんこんにちは。魔術師オーフェンはぐれ旅牙の塔編という舞台の現在ゲネプロ終わったばっかりでございます。いや久しぶりに2ヶ月ぶりにオーフェンと再会いたしまして、私もちょっとこう何ですかね、暗殺者の服着てるんですけど、まあ、今回は前回なんか結構剣をブンブン振ったんですけど、今回はちょっと暗殺的なこうクイックな手もたくさんついていて、そこをぜひ見どころに精一杯頑張りたいと思いますので、皆さんよければ12日まで立候補会ホールお待ちしてます。